新平野駅は、福井県小浜市平野にある、西日本旅客鉄道小浜線の駅である。鶴ヶ方面に向かって、右側に、単式ホーム一面一線を有する地上駅。鶴ヶ地域鉄道部管理の無人駅で簡易な駅舎が、設けられている。自動券売機等の設備はない。駅の前後は、線形が悪く、駅の東舞鶴方には、 時速5 0トルの制限があることから、かつては行き違い設備を持っており、貨物の取り扱いも行っていた。ホームと駅舎間は段差も全くなく楽に行き来できる。国鉄時代は木造駅舎だったが、1988年に現在の駅舎に改築されており、待合室にはトイレや清涼飲料水の自動販売機もある。 福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は75人である。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り。ABCDE 市のキラ、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、147ページ。ISBN978 から4から533029806。 AB 通報オバマ線阿波路駅ほか7駅の駅員無配置について鉄道広報日本国有鉄道総裁室文書課1973年3月15日二面日本国有鉄道工事第426号官報福井県伊東経年間福井県8駅別 JR 価客輸送状況福井県 2021年3月29日閲覧。ありがとうございます。